抜群のメロディーセンスとファッションで注目を集めるラッパー、ビビットボーイ。今回はそんな彼のファッションに迫ります。皆さんおはようございます。さまざまなアーティストのファッションを紹介する企画、ファッションオブアーティスト。今回の動画ではビビットボーイさんのファッションをご紹介します。では早速いきましょう。ビビットボーイさんが MV や私服にて着用している服のブランドを着用シーンとともにご紹介します。ロジック。ビビットボーイさんの着用画像はこちら。ヘブンズドライブやウーフーのミュージックビデオにてロジックのアイテムを着用しています。ロジックはオフホワイトのショップ店員であるマオさんが2018年に立ち上げたファッションブランド。ペイズリー柄のアイテムが代表的で人気です。ビリー・アイリッシュやラッパーのタイガーも着用しており、設立わずか3年にして今世界で注目されている新鋭ブランドです。そしてもともとオフホワイトの店員であったビビットボーイさんはマオさんととても仲がいいことでも有名です。ロジックに関する詳しい情報はみなりの記事をご覧ください。キャピタル。ビビットボーイさんの着用画像はこちら。 MV や私服にてキャピタルのジャケット、パンツ、キャップを着用しています。キャピタルは今世界的に人気の日本のファッションブランドで、骨柄のデザインのアイテムが特に人気です。日本では JP The Baby、ビリウォンカ、海外ではトラビス、オフセットといったラッパーがキャピタルの服を着用しています。テンダーパーソン。ビビットボーイさんの着用画像はこちら。グッドレイトナイトの MV にてテンダーパーソンのシャツやジャケットを着用しています。テンダーパーソンは八重優斗さんとビアンカさんが東京にある文化服装学院在学中に立ち上げたファッションブランド。この文化服装学院は幼児山本、高田健三、越野純子などさまざまなデザイナーを生み出してきた国内のファッション名門校です。ちなみにテンダーパーソンのアイテムはリガーマンさんも愛用しています。 99% is。 ビビットボーイさんの着用画像はこちら。私服にて 99% is のパンツを着用しています。 99% is は韓国ソウルにて2012年に生まれたブランド。この独特な名前にはマイナーとされ99% の人には目を向けられない 1% のカルチャーが自分の中では 99% を占めているという思いが込められており、デザイナーであるバジョーさんが大好きなパンクを表現した個性的なデザインが特徴的です。 99% is のアイテムはルナロイヤルやバッドホップのバークさんも着用しています。個性的でかっこいいアイテムが多いのでぜひチェックしてみてください。他にもビビットボーイさんはクロムハーツ、リックオーエス、ヒステリックグラマー、アグ、ノアなどのブランドのアイテムを着用しています。記事の方で詳しく書いていますのでぜひそちらも合わせてご覧ください。またリクエスト、ご質問、ご感想などコメントお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。